今や伝説になりつつあるホタキャン325、数々の有名キャンプ系 YouTuber 集いし中で特に子供たちと仲良くしてくれたのがホキャンのホちゃんとペちゃん。天性の明るさと持ち前の気遣いでみんなを虜にしたハマクロのピーナス、ホタルイカの女神。またキャンプしようねと約束し別れてから2ヶ月、早くも熱いお誘いが来ました。ということで前回動画で車中泊仕様にした新しい相棒エブリー、キャンプ出発前日9月8日台風13号通過中の DIY の様子からご覧ください。午前中のお客様はキャンセルになったのでエブリーの天井部分側面に向かって R 状になっているところにこのように土台を作って板を張り直し、そのついでに天井部分にいくつか穴を開けて LED ライトを装着、見た目と実用性兼ね備えた装飾をいくつか施し、ひとまず完成させたところから本編スタートとなります。今から行くところは雨降ってるらしいよ。改めましてこんにちは、チチトコキャンプの山健です。リンです。聖太郎です。この日は2023年9月9日週末の土曜日、子供たちとキャンプに行ってきました。台風が去って雲残っていましたが、出発時点の東京雨止んでいました。しかし中央道を進むとすぐに雨、これから向かう朝霧高原も雨降っているということでしたが、天気予報だとお昼過ぎには回復するということ、台風の進路によっては中止も検討されていたのでまずは開催できてよかったです。今回の集まりは関西圏、東北、北陸からも参加される方いらっしゃって20張り近いテントが並ぶということ、事故渋滞などを巻き込まれつつ午前9時30分フォレストモール富士河口湖に到着です。普段は平日キャンパーなので初めて知りましたが、スタンダードポイントもダイソーも土日だからなのか朝早くからやっていてお客様も多くてびっくりしました。だいぶいろいろ買ったね。よし、じゃあ行くぞ。本当はふもとっぱらでの開催予定でしたが、この日は貸し切り利用があるということで断念、急遽別のキャンプ場を予約しました。ここかな、ここではない、ヤギがいる、すごい。監督と呼ばれる名物管理人さんいらっしゃるということでだいぶ脅されていたのでしっかり予習してからやってきました。目的地付近でルート案内を終了します、はい、ありがとうございます。アートランドって書いてある。運転お疲れ様でした。あゆー、あの人も何かの人かな、一人もわかんないかな。 SNS で見かけるだけだと正直性別も年齢もわからない方ばかり。こちらに会えるの嬉しいな。これいいのかな。おお、あの人だ。さあ予習の成果を発揮しましょう。初めてです。おいや、いや、すいません、チーム佐藤でやってきました。このままずっと行って、うわ広いっていうと、はい、広いってやったら右、わかりました。広いと自分で思えばいいんですね。あ、子供2人います。こんにちはして。じゃあお願いします。行こう。Go! 噂通りハイテンションで人の良さそうな方でしたが、こんなのは序の口でした。優しそうな人だね。ということでハートランド朝霧到着です。お、なんかやってらっしゃる、ほら体験みたいなやつ、なんだろうあれ。他にもいくつかグループ利用あるようでした。子供たちがいっぱいいる、広いってなったら右に行けば人がいっぱいいるぜ。ここら辺は目印などの丁寧な案内期待できませんが、どうやらそれっぽいところまでやってきました。ここら辺な気がしない、広いね。確かに広い。この車で入ってっていいのかな、こんなとこ大丈夫。僕のエブリー四駆なので大丈夫だと思うんですが、なんせ初めてなもので。違う、あの人たちこんにちはって言って違ったらどうしよう。目立つ2人がいたので助かりました。ほっちゃんとべちゃんと、ほらいたよ、見える。およそ半年ぶりの再会です。ぽちゃんとべちゃんに会うの嬉しかったです。動画はみんなで見てるのでそこまで久しぶりな気はしませんが。久しぶりだぜ。奥からは UK さんが挨拶してくれました。え、こんにちは。こんにちは。あ、髪切ってる、前歯抜けて。そうそうそう、女性ゾーンこっちで、男性ゾーンが。あのあっちの。だけ後ろの方。すごい。え、ここどこら辺までがそうなの。怒涛の先制攻撃左右から受けました。グルキャンエリア説明してもらいます。うん、なるほどね。むしろいいじゃん、私。うん。ソロで。幹事の定年日さん留守だったこともあってポちゃんたちもわからないことありそう。それよりも気になることが。え、あれポちゃんたち、そう、あれ、わあ、だね、いいじゃん、いいじゃん、かわいい。
いいね、よかった。でもちょっとファミリーだから、その宴会幕から少し話したところにしようかな。あ、じゃあこっちに立てるかも。なんかね、3時ぐらいまで飲むっていう聞いたから子連れなので、じゃあ騒がしいところは避けたいです。じゃあちょっと行こうかな。ひとまず場内を回ってサイト選びします。ぽちゃんたち元気そうでよかったね。こんにちは。ここは牧草地です。酪農家をやってらっしゃる監督がこの広大な敷地を生かしてキャンプ場の運営もされているようで、近くには牛もうろうろしていました。すでに 5,6 組の方がいらっしゃっている中、あまりに広いのでどこに貼るか悩みます。ここに貼ろうかね。こちら左手、愛知県からご参加のよっくんさん。じゃあ、とてもいい方でした。すごい心配、この車大丈夫かな。とにかくスタックが心配になるほどのぬかるみが多くて、子供たちに長靴用意し忘れたことをすぐに後悔することとなります。僕はいきなり水たまりに入っちゃいました。芝がとても長いので全体的にぐちゃぐちゃ、時々落とし穴みたいな水たまりが牧草の下に顔を覗かせます。この辺りは良さそうな気はしたのですが、炊事場やトイレからかなり遠く、照明一つもなかったので、このぬかるみの中夜歩くのは心配。それで宴会幕を張る予定という中央部を挟んで反対側、ちょうど最初に入ってきた辺りに張ることにしました。そちらに向かって走ってもらいます。すると向こうから監督の運転するトラクターがやってきました。へえ、すごっ。楽しそう。売られてきますね。いわゆるドナノな状態。さて目的のエリアに戻ります。このエブリィはターボ付きの4駆タイプを選んだので、きっとキャンプシーンで活躍してくれるはずと思っていましたが、今回早速キャンプで実感。ミニだったらかなり心配でした。あ、するとここでお会いしたかったあの方と遭遇。はじめまして。うわ嬉しい。どうもどうも、はじめまして、山県です。こんにちは。こんにちは。この港くん、はい、虫取り名人。うわ嬉しい。こんにちは、よろしくね。いや、お願いします。噂通りのイケメンでした。嬉しい。坂本くん、金魚パ。坂本くん、この後見た目だけではなく中身がさらにイケメンで、ホスピタリティあふれるとてもいい男だと知ることとなります。今回は坂本くんのようなキャンプ系 YouTuber の参加も多くて、たくさん刺激受けることとなりました。では荷下ろししていきます。エブリィにしてから2回目のキャンプ、以前だとルーフラックいっぱい積み上げていたギアもこうして車内に入れるので濡れる心配なくて非常に楽ちん。グランド状態こんな感じで、乾いたところというよりそこまで濡れてないところを探す感じ。ポチャのところにお邪魔していた子供たちが帰ってきました。またもらったの？美容師として会ってからずっと気になってたことが。モボちゃんのプリンが気になってしょうがない。本当に気になる。ね、直して。本当に気になる。さ、これさ、自分で切ったけどさ、長さが違うよ。あ、本当だ。切って。リンちゃん、ハサミ持ってきてたよね。やだ、あんなハサミじゃ切りたくない。ごめんね、やっぱりお店以外だと切りたくない。よし、じゃあこれ広げてもらおうかな、二人で。この日のテントはゼクー M です。最近出番のないテント多くてどれにするか迷ったんですが、天候を考えてポリマックにしました。あ、はじめまして、こんにちは、お願いします。主人も一緒なんですけど、今日は仕事なんで。ああ、ソロっすか。贅沢っすね。いいっすね。ありがとうございます。車中泊仕様のハイエースにソロで泊まるということ、羨ましい。うわ、ぐじょぐじょだな。ぐじょぐじょだな。ぐじょぐじょだな。ちょっとこっち側にしようか。ちょっとだけ上にしようか。坂道になってしまうのでテント斜めになりますが、これは仕方ありません。うわ、ここもぐじょぐじょだ。こんにちは。あ、ケンケンさん、あ、よろしくお願いします。チストコンキャンプの山ケンと言います。はい、いつも見てます。あ、本当ですか。こんにちは、してください。はい、こんにちは。よろしくお願いします。やろう、さっさとテント立てよう、雨が止んでる間に。雨はポツポツ、なかなか場所が決まらずに設営が進みませんでしたが、この日も子供たちは積極的にお手伝い。もう言わなくても自分から動いてくれるので助かります。ちょっとあの方と近すぎるか、もうちょっとしていこうか。むずっ。こうした形のグルキャン初めてなので、それぞれの距離感、テントを立てる向きなどなかなか難しく感じました。緊張か。ルリン、ポール立てる？手立て使って。
これで多分4回目の絶句。やっぱりなかなか慣れません。しかもこの時金具が当たっていたところ気づかず無理にテンションかけてしまい、膜体に穴開けてしまいました。がっかり。落ち込む僕をよそに息子はこんなことして遊んでいます。ま、穴が開いたのがスカート付近だったので今回はそれほど影響なさそう。四隅のペグダウン終わったので娘にセンターポール持って中に入ってもらいます。すごいじゃん。リー外にいても蒸し暑さマックスだったので急いで救出しないといけません。残りの2箇所を打って六角形を作り立ち上げます。 A 型フレーム取り付けて一つ目の出入り口から娘を救出。 A 型はその形状から小さな子だと扱い難しそう。2箇所目の立ち上がり作りましたがどう見てもここは斜め、傾斜があるのは仕方ありませんが形がいびつになってしまったのが何とも。土がドロドロなので息子の力でも多少ペグ入りましたが、まあこれは打ち直します。設営に夢中でしたが周囲を見渡してびっくり。あ、すごいノーム、真っ白の霧になっちゃってるぜ。太郎、10メートルくらい先までしか見えません。しかしこの後さらに霧は濃くなり、こんなのまだまだ可愛かったと知ることに。めったに見られない光景に子供たちは不思議そう。いよいよ設営は終了です。幻想的な風景の中にそびえ立つ絶空、深い霧に溶け込んだ別世界にいるような不思議な感覚にとらわれていると、その静寂を切り裂く大きな声が。末太郎、言うこと聞いてね。危ないことしないよ。ねえ、ひなた、見てあげて、小さいこっち。危ないことしないでね。僕はトラクターに乗るの楽しかったです。さすがに心配なので、大人たちも乗せてもらうことにしました。金庫庫。安全装置などもちろんないので落ちたりバーに頭を割ったりしないかちょっと心配。かなり揺れます。酔わないでいい、これ大丈夫、いけた、大丈夫、すごい、酔いそう、わあすごい。揺れが苦手な娘も心配ですが匂いに敏感な息子もちょっと心配。ぽちゃんたちは昨年も乗っているそう。すごいね。へえ。そしてこれも恒例とのこと、他のキャンプ場では考えられませんが、わかる？あ、近い、聞こえたね。やっほー、全員あのヤッホーやんないと金取るぞ。全員声を揃えてヤッホーやって、せーの、やっほー。他の方の迷惑になる大声禁止のところ多いですが、ここは問題ない様子。貴重な山びこ体験させていただきました。やっほー。遠慮なくやらせていただきます。あの人返してくれなかった。このように個性的な監督を中心とした一風変わったキャンプ場で、この後楽しいグルキャンが繰り広げられます。僕らは初参加、皆さんは SNS を通じて仲良くなられて定期的に集まっていらっしゃるということで、そんなところにお邪魔して申し訳ない気持ちありましたが、せっかく来たので臆することなく思い切り楽しませていただきます。特に今回は子どもたちにとって同年代の子たちが多くて非常に嬉しそうでした。あやと、うわ、危な、危な、結構ギリギリだったね。車の位置を直して荷物運び出していると、そこへ今回の幹事、低燃費さんが。お疲れ様でした。お疲れ様です。あ、今回してます。今回してます。台風の中、前日から一人でこの場所確保してくれていたということで、ねぎらいの瓶ビールを贈呈。こんにちは。あれだよ、低燃費さん。そう、ピッピさん。すいません、あの、いただきます。また後で乾杯しましょう。ありがとうございます。金庫。僕はキャンプに誘っていただいたときは基本的にまずお酒飲ませていただくようにしています。そして寝床は今日これにしようと思って、車で寝てもいいけど、いきなりキャンプ行くのハードル高いです。これをもうちょっと後ろやろうか。低燃費さんともがっつり飲ませていただき意気投合、この日を迎えるに至りました。いいよ。こちらは坂本くんからの差し入れ。ここで作ってる牛乳ってことですよね、きっと。みたいな。絶対美味しいじゃん。ここに来る人みんな食べてる。リュウ、イケメンが。イケメンマン。すいません、ありがとうございます。おお。
坂本くんのところの湊くんはうちの息子と同じ小学1年生で最年少組、まゆさんのところの日向くん小学5年生で、この時集まった子供たちの最年長。みんな年が近く、すぐに仲良くなっていました。設営終わったので皆さんとキャンステ交換、いつかお会いしたいと思っていた皆さんと交流ができて嬉しかったです。息子の100均テーブル、この日お集まりの皆さんのステッカーで埋め尽くされました。キャンステいっぱい集まって、僕のテーブルいっぱいになりました。ありがとうございました。テントに戻ると幕前開けていたせいで、戻ってきたらびしょびしょになったね。霧雨のような雨が吹き込んでいました。霧が濃くなり始めた頃、ペちゃんステッカーを持って遊びに来てくれたのでおもてなしをします。じゃあ行こうかな、1本目行くかい、行くかい、行きたい、行くかい。ということで皆様お待たせいたしました。ようやくこの瞬間が訪れました。みんなで1本目やる、せーの、1本目乾杯。お疲れ様です。息子が最近ハマってるこれも、はいどうぞ。乾杯。全体の乾杯も執り行われるということで宴会幕に招集されました。なかなかの人数です。あ、すいません、この雨の大変な中集まってくれてありがとうございます。定年日さんからポちゃんにバトンタッチ、雨降ってますが大いに楽しみましょう。キャンパーイ、キャンパーイ、キャンパーイ。坂本くんが個人的に豪華な景品を3つ用意してくれました。みんなの名前の書かれた紙を引いて当選者を発表してくれます。次はちょっと後ほど、じゃあ3位からしましょうか。3位、これ誰が当たるか。まずは3位の景品、人気のアッソブのバーナー、じゃんてん、カリスマさん。おお、これは盛り上がるに決まってる。すごい、次に2位の発表、じゃん、聖太郎くん。まさかの、僕当たってびっくりしました。嬉しかったね。新座物がいただいてしまって盛り下がってしまったらいけないので、ここは一発やっほー。ありがとう坂本くん、ありがとう聖太郎。景品はフェディカのトングでした。本当に嬉しかったです。聖太郎くんおめでとうございます。やっほー。そして1位の景品はなんとこちら、これが1位サーカス PC 候補とか、あら、条件として絶対に転売はしないでくださいということで気になる1位の当選者は、ぜひ坂本くんのチャンネルでご確認ください。いかがでしたでしょうか。あいにくの空模様でしたが、みんなの表情は晴れやか、とても楽しいグルキャンのスタート。スタンダードポイント行った時さ、覚えてる、これさ、これ買おうかさ、手に持っててさ、高いからやめるって言ったやつ、ほらでしょでしょ。ずっと欲しかったトングまでこのような形でいただいてしまい、感謝でいっぱいです。この後はみんなで持ち寄ったプレゼント交換の時間。セイトロ、はい、これだって。あ、こっち三角形がセイトロ。プレゼント交換楽しかったです。ゆうけいさん、大人は大人、子供は子供で用意しました。立山愛してます。やったー。私、よっきゅん、はい、子供の頃に帰ったような、そんな瞬間ついつい楽しくなります。そういうことだ。おかわいい、ありがとうございます。エロい。用意された天幕では収まりきらないほどの人数と熱気、水色になる焚き火、子供たちもプレゼント交換に大はしゃぎ。おそろい、ねえ、おそろいやで、ほら、イエーイ、開けてごらん落とした。うん、読めるでしょ。ハルグ、普段が我々3人でするキャンプばかりだったので、僕以上に楽しみにしていた子供たち、この後一気に距離が縮まり、みんな仲良くなります。ありがとう。よかったね、いろんなのもらったね。よし、じゃあお部屋でのんびりしつつハンバーグみたいに作ろう。この後は皆さんでお見舞い飯作ってお互いに振る舞うということで、一緒に作る約束をしていた子供たち、またまた現れた監督に連れて行かれてしまいました。さてこの後のグルキャン、
だんだんとエスカレートする監督がノーコントロールになる様、現在後編の編集に着手していますが、もしかしたらお蔵入りになるかも。お見せできる範囲で次回ご覧いただこうかと思います。今回も最後までご視聴ありがとうございました。ちちとこキャンプ、ヤマケンでした。ミンでした。セイタロウでした。バイバイ。ちちとこキャンプ、チャンネル登録、高評価、コメントお願いします。